本日は5月12日、練習を地道に続けております。おっと、ここでサムネにちょうどいいところが取れました。基本的にはこのように練習前に20分ほどの各自アップから始まります。各自といってもコーチに教わってドリルを個人でこなします。本日は8ヶ月ぶりのスパイクということで少しワクワクしております。新メンバーとしてウサちゃんも参加です。法政のマスコットといいウサギとは濃い関係が僕にはありそうです。とりあえず一流してみました。感覚は悪くないのですが怖くて止まれません。本日はスタブロをするかと期待しておりましたがスタブロなしのただのショートダッシュです。コーチは陽気です。向かい風がすごいです。コーチの腰にテントウムシがいたので取ってあげました。基本的には一本走るたびに悪かったところや良かったところを指摘してくれます。僕は基本的に前傾姿勢が長すぎる癖と腰が曲がってしまう癖を毎回指摘されております。走りが良かった時には走っている時にもめっちゃ良くなってるんでベン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 と言ってくれます。今の走りが正しいのか良くないかを評価してくれるので今やっていることに自信を持って取り組めるという点でもとてもプラスになります。今はこれから走る 180m4 本をどのように走ればいいのかというのを詳しく説明してくれています。本番に似た走りを意識してしっかり走り加速して状態が上がっていくところからスピードを維持することと最後スピードを落とさないことが大きな課題なのでとてもシンプルなことですがすごく説明されます。聞き飽きるぐらい同じことを言われ続けています。しかし一度や二度で簡単に身につくことができないからこそ何度も詳しく熱心に説明してくれます。それらを確認した上でさあ行きましょう。黒タンクトップが僕です。前半は悪くないですね。あれあれあれもう垂れています。いやー7ヶ月走れなかったダッシュは大きいですね。2本目を走る前に後半の走りを指摘されたのでフォームの維持を頑張っています。さっきのに比べればいいのではないでしょうか。次は4本目になるのですが何本走るかを聞き取れない時があるので3本だと思って走った結果歩くのも辛い状態です。ちなみに4倍速です。風に吹かれてまっすぐ歩けていません。ショートダッシュの時は生き生きしていますが基本的にロングの日は死んでいます。コーチに無理なタイム設定を要求され期待してくれているのは嬉しい反面何を意識しても練習で速く走れない僕は毎回落ち込んで帰っています。キューボ練習から速く走れる方法。歩くのが遅かったので、ついてすぐの出発になります。一歩目から走れていません。ちなみに遅すぎたので、もう一本走らされました。足、つりました。練習の後は、ウェイトトレーニングです。基本的に今まで出されたトレーニングメニューを自分のペースでこなしていきます。たまにメニューを出されるので、それをこなします。大体そのような時は、量が、多いです。走ったのでハムを伸ばす系で鍛えます。お尻に線はありますが決してブリーフを履いているわけではありません。片足ずつしたら両足もします。アメリカではマスクをしなくてもいいのですがマスクをつけて練習する癖がつきました。そして週4、5回程度の頻度で体幹周りを鍛えます。
いつもは8キロのメディシンボールを使いますが、ないので違う種目を自分で考えて負荷を高めます。前回の留学ではこのようなことを走り週5、ウェイト週3、4に加えてお腹周りを1時間半毎日させられていました。量は減らすも、よほど疲れていない限りサボらなかったので勉強する暇もありませんでした。やるか疲れ切って死んでいるかの二択でした。今は維持程度に30分ほどです。ということで、ほな。